これまで報道がなされていた事象について、安楽選手に関して、ほぼ事実ということが判明いたしました。本人としても大変申し訳ないと、反省の弁を何度も述べております。被害者やファンの皆様に直接自分の口で謝罪をしたいと何度も申し上げております。しかしながら、本件に関して球団としては見過ごすことのできない重大な事象と捉え、本日提出期限であります保留選手名簿への記載をしないという結論に至りました。